こんにちは、横山です。今日は芸術について少しお話ししたいと思います。純粋芸術、絵画芸術、芸術とは何なのかということです。芸術とは学問と同じなわけです。科学や哲学と同じなわけです。学問というものはこの世の真理というものに向かって探求していくそのものが学問なわけですから、芸術学もまた同じなわけです。この世の真理というものは何なのかというものに向かってその探求していくということはもうアプローチが違いど目的は同じなわけです。学問も芸術も同じだということですよね。結局花が綺麗だから描きました、風景が綺麗だから描きましたというレベルではないわけです。この世の真理というものは何なのかということをその思想を持って追求していかなければいけないわけです。花をデッサンしたり風景をデッサンしたり、それはどうしても必要なわけですけれどね。要するに手をその技巧というものを鍛えなきゃいけないわけですから、それでもそれを描いたものというのはデッサン画なわけで、だけどその日々のそのデッサンには怠っちゃいけないわけですけどね。ですけどそれを描いたものというのはデッサン画なわけで、いざその作品に向かってその行く時は結局この世の真理というものが何なのかというその思想を持って哲学を持って追求していくということがその芸術家なわけです。過去の偉大なるその芸術家の作品が今でも光り輝いているということは、その作品にそのこの世の真理というものを描き出しているから時空を超えて今でも光り輝いてその私たちに語りかけてくるわけですよね。そういうものが芸術作品なわけです。個人的な趣味嗜好で描いたりそのプロパガンダ的な作品だったり、そういうものは芸術とは呼べないんじゃないかなと思うんですよね。芸術とはその学問と同じなわけですから、そのこの世の真理に向かってその思想を持って哲学を持って作品に挑まなければいけないんじゃないか、それが芸術家ということだと思うんですよね。芸術というのは学問と同じだということです。